はいこんにちは、はいはい、水谷かなです五月四日、はい、緑の日<お>、えー、いつもは大竹まことゴールデンラジオをお送りしてるんですけれども今日はゴールデンウィークということで特別バージョンですね、はい、水谷かなゴールデンラジオをお届けいたしますそして今日の力強いパートナーは <laughs> はいそんな水谷先輩についていきます <laughs> ピチピチガール朝子伊藤です。 よろしくお願いします <laughs> 何なのこの曜日だけ <laughs> 何なんだだって他の曜日は私聞いたんですよ月かどうなってんのかなと思って大竹まことのゴールデンラジオでしたよまこといないけどそうだけどあのー、気づいたんですけどはいるんですよそうなのです今日は2人だけなのです だって新聞に書いてありましたよ「水谷かなゴールデンラジオ」本当に2人きりでなんだっけな「めっちゃ喋ります」みたいな「喋 <laughs> る2時間半」って書いてあったんでどうやらそうみたいですよ私たちが2人でずっと喋るっていうあ,<ー>ありがたいことですありがたいでも私、うん、自分の名前がこうやって「水谷かなゴールデンラジオ」みたいな、うん、そういう,こう冠経験がないんですよえ 一度も多分これ初めてええ？そんなことないこんなに多分初めてこんなに歴史紡いできてる人が文化放送で今までも数限りないお歴歴れき何て言うんだけどねあの重鎮の減に私はいながら番組をこっそり重鎮でしょこっそり重鎮。今日ははカムリっっていうのちょと ちだ,とうとうだってねっかなちゃんはもともとは水曜日のパートナーでしたから「ね、ゴールデンラジオはい」といえば。といえばねなのでちょっとなんだろう変な緊張があるというか嘘つけ今始まる1秒前まで緊張しないななんでだろう <laughs> 危ないななないいい緊張しないな <laughs> いやこのね伊藤麻子さんと私のこのコンビは、うん、土曜日のラジオのあ子で砂山アナウンサーがいない時に私が、ね、すぐいなくなるからね <laughs> オリンピックとかね <laughs> すぐどっか行っちゃうから、はい、なのでその時の席の位置とも今スタジオも同じだから、うん、なんかこう日常感があっていや,いや言ったってラジオのあさこもそんな日常ほどじゃないですよ <laughs>、ね、このの間でも北京の時ね週 ぐらい3週か4週来てくださったもんねそう思うと慣れた思うとれたもんなでというかかな先輩がちょっと待って<ん>先輩っていうほどは中ではないのですよいやもう人生全然違うじゃないですかもう同じ穴の無地なぐらいの <laughs> ギリ同じ小学校通えるぐらいじゃないですか。<や>どうなんだろう。言い方が中学校は通えるかな。通えるか。<laughs> ギリか。ちょっとしか違わないじゃないですか。ちょっとしか。ちょっとね。え、二つ。私七十年です。六十七年だもん。三つ違うから。あ、こ同じ中学校通えないじゃないですか。でも前も言いましたけれども、うちの母親がね。うん あさ子ちゃんはあなたより年下なんだから、うん、同じ扱いしたらやっぱり怒るわよと女って、うん、年上の女の人から「うん、私たちの時代はさ」って言われるとちょっとイラッとするじゃないですか、うん、しないわよ私 1>, 1歳2歳離れてるだけでも、うん、え私の方と年下なんだけどみたいな、うん、いや12と15だったら思うかもしれませんよ私まだ小学生なのに 私たちって入れないで中学にとか思うかもしれないけど、うん、もう51からみんな同じか同じでしょ51から78ぐらいまで一緒だと思ってけどそれひよ私の中で私たちの時代はってっ言えるんじゃないどうどうですかねわかんないけどねいや78はやっぱ違うでしょ私が割とちょっと年齢に無頓着というかどどうでもいいんですよ <laughs> 伊藤朝子さんは年齢不詳だから、うん、いや言ってるよずっと51って言って <laughs> でもほらに何世間一般の51の女性とはやっぱりちょっと違う世界にいらっしゃるじゃないですか今日も素敵な白いお召し物でいや雑雑よく着てますよ <laughs> ゴールデンラジオの写真にはよくこのシャツ収まってますよ、ね、すちょっとこうねなんか浮遊するのかなみたいな <laughs> <laughs> あのなんて説明したら伝わるかな白いね白い大きめのシャツでもう正則って言っちゃったら俺もうなんか感じちゃうから <laughs> それじゃないんですよ別にでも五十、うん、過ぎると白いものを身につけたくならないあ <laughs> えじ、ー、多分ね<ー>なんかあのほらえっ、ー、とウェディングドレスは純白じゃないけどきなりになってくんだよねそうだからきなりじゃなくてもう五十過ぎたら こ自分を綺麗に逆にまた白に戻すしたいっていう真っ白になりたいみたいなあ,あでもそう言われるとあながち間違いではないというかはいあの白の T シャツとかこの間からものすごい買ってんです夜中なんか心が寂しくなった時になんかユニクロの安いクロ <laughs> <laughs> ネットでポチポチしてて何日かに一回届くんですよぐらいめっちゃそれが白いシャツか白,シツ真っ白なシャツとか白い T シャツ T シャツ <XL> <laughs> ユニクロねあ,のあれですよね、あのー、オンラインだと結構は幅が、ね、サイズに幅があるからなんで笑いユニクロの方が色々、ね、いろいろねえるんだよねそうなのよ前このラジオで言ったから分かんないけどジーンズに関しては店じゃ売ってないんですよ あさこサイズはまあ特殊なサイズでいらしよそんなことねえ <laughs> バカ野郎バッキャロ <laughs> 28までなんだよねお店で売ってんのはい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 かなちゃんな何号とか知ってんですか自分の自パン大体一番ちっちゃい今日なんかボロボロの6箇所ぐらい穴の開いてる <laughs> ロッカーみたいいな感じのデニムでいらっっしゃってますけどうちの父親にも「うん、そんなんでいいのか」って言われました<も>90の父親からやっぱりさ「おやおしゃれなのよかなちゃんのさ、まあ、ダメージジーンズっていうねダメージジーンズでしょ、はい、でも私もささっきすれ違った国丸さんもさ みんな一回いじっちゃう世代なんだよね。そ,<う>それをおしゃれとして。よしとしてないのね、まだ。<laughs> だなんか離れてますけどって。やっぱ大丈夫かみたいなね。そう。はい。それで来たんかみたいな。そう。抜いてやろうかもう。だいたいみんなに今日、会社来て言われてます、私も。で、多分若い子は言わないでしょまあ、若い子は。普通。 普通でしょ。今の若い子のダメージってすごいところ切れてるでしょ知らない。そこ切れてんのって本当お尻とか。え、出ちゃうってこと。出てるぐらいに切れ。え、切れてない。切れてないよ。切れてない。切れてない。え、本当?。お尻?。そこ切れてるってのあるのよ。あ、でも私去年尻の手術したんですけど。できもの。えっと、それは何度か聞いたことあるんですけど、何でしたっけ?。え、なんかできものが。 電部の何ですかあ縦の,あの谷があるじゃないですか,かす山でいうところの、はい、あのすぐわけです右側のところだけど分かんない今触るとまた新たなるしこりがスタートしてる感じはしてますけどね、うん、大丈夫なんですか分かんないですそしたらそのダメージンズ買って、うん、そしたら手術の時脱がなくていいじゃないですか、うん、そのその <laughs> ダメージお尻が空いてるのが本当売ってんならそれ履いてって先生に「あ今日大丈夫ですあの脱がないで施術できるズボン入ってきました」みたいなのができるじゃん。そそういうう<え>ういいいいいここことととじじじゃゃゃなななの私昨日ねさっきの白の話に戻ると、うん、あのお店見てたら白いんだろうなえー、っとニットじゃなくてコットン のストーンとしたワンピースがあって、肩、うん、がちょっと出てるような感じで、はいはい、あこれ白いいかも、うん、と思って,て、正純な感じ、な感じ、うん、試着したんだけど、うん、なんか手術着みたいになっちゃって、ちょっとやめてよ。袖 <laughs> ないんでしょ？袖ないと大丈夫よ。手術着は袖あるもの。もう手術着みたいになっちゃったやめちゃってやっぱ試着はしないとダメだね。そうなってくるとだって。 オリーブ色とかもちょっと危ない、ね、それこそ手術着でそっち系あるじゃないですかはい、はい、換気系とか、はいあ,ね、あと水色,水色、ね、もう着れる色がなくなるわよ、うん、でもねえだから朝子さ,さんみたいにそういうふうに着こなしてらっしゃるのがとっても羨ましくって朝子さ,さん二の入りがもうバカにした音がスタートしてんのを聞き取れる耳は持ってるんですよ <laughs> 耳がいい、ね、何にも聞こえないんだけど <laughs> そういうのはん どうしたっていうのはちゃんと聞き取れるんでだって今日もイノシシ食べてきたんでしょ <laughs> あのね合ってるんですよ <laughs> 今朝はねやっぱり力つけないとかなとこう対峙するわけですから 2>,、はい、2時間半ね結構パワーねいるからねいるからなと思って冷凍庫探ってたら12か、はい、月前にもうちょっとどこ行ったかは覚えてないんですけどどっかの なんか道の駅みたたいなとこ行ったんですようん、うん、でそこでイノシシオンリーだったりイノシシと豚の掛け合わせた子とかなんかそれ系のお肉がジビエがいっぱい売ってるとこがあって<ー>であんまり美味しそうだったからカタロースあれ。 私もちょっと忘れてて <laughs> あのー、なんていうのこうパックになってるじゃないですか普通のお肉の入ってるあれ、はい、なんて発泡スチロールみたいなとこが入ってて、はい、一列だと思ってたんです、うん、一段というか、うん、で解凍して出してみたら3段になっててあめっちゃ入ってんじゃんと思ってな得な感じ、はい、だから 4500g は <laughs> あったと思うんですけどイノシシ。あこれ 食食べてていいこう思ううとっ<片>生生ななんでででか冷凍生で食わないですよ違違それ私が冷凍してたイノシシを急に手づかみで解凍して生肉で食い出したらもう世も末ですよ本当にどんだけエネルギーで口の周り真っ赤にして、ね「お,おはようございます」って言って「ジーパン破れてますよいやいやお前の口の周り」っていう。<laughs> 口は味がついてない普通の生肉を冷凍したものねそ,う、うん、それをこう赤い感じのねやっぱボタン鍋というのがつくぐらいね <laughs> ちょっと想像しちゃったでしょ生肉あさこをねもう何でも食らうぞっつってやり,やりそうだから怖いう本当に今の世の中で、ね、牛すらあんま生で食べない<ー>この世の中でイノシシ生で食べてたら相当よでもちょっと元気出そうと思って でイノシシと豆腐とネギかまさにぎオごま油で一回炒めて炒めるんだでその後ごま味噌のお出汁でちょっと鍋みたいにして芋<ー>ボタン鍋ってあれ味噌鍋が多いか私によって食べたことないんですよねあないない,ないそれは好き嫌いじゃなくたまたま出会わなかったあっ当んとに、はい うま,うまいですよ分かんないどのぐらいどうで獣感があるのか分かんないですけど臭くはない私が頂い,いてるその今までロケとかで食べてきたり今日のとかだと匂いがゼロとは言わないけど味としてはもう豚肉をべらぼに濃ゆくした感じあそんな濃厚なんじ美味し,い美味しいへえ脂っぽい感じ、うん、脂は 油っぽいっていうかねまあ確かに脂身はしっかりしてますよそれがうまいのよ、うん、んか薄切り肉を買ったんですけど、うん、私はそれをこうなんていうの炒めて、うん、ベロベロな感じにして、うんはい、そこにこう味噌だれ入れてちょっと辛みラー油垂らしておいしそうんうん、でやっぱ豆腐炒めのうまいじゃないですかちょっと水分飛んで、はい、でそこに汁が全部入るから、うん、バカうまいっすよへ<ー>それをもう。 もりもり食ってきたんで今日ギラギラします私前なんかジビエの野趣あふれるコース料理ジビエばっかり出てくるっていうえあ鹿とか鹿とかイノシシとかなんだじゃあイノシシ食べてるけど牡ン鍋は食べたことないイノああそう食べてる逆にそっちの方が貴重だよあのなんんだろう素人さは ボタン鍋が一番多分身近なイノシシなのよそっか焼いて食ってるってこと焼いてたのかなや、焼きですねなんかこう薪で焼くような感じの薪で焼あ、薪って火の薪ねうんえあ、<laughs> 日本語って難しいね。豚バラ巻いてとかあるじゃん <laughs> アスパラ巻きみたいな。違う違う。巻きでって。巻きくべた巻きで焼いて食る。<laughs> くべた巻き。炭火焼きみたいなこと、ね。<laughs> いや巻きで焼く。好き <laughs> 炭火焼き？あでも素敵ね。はい素敵。そ,そういうお店なんですか。そう,そういうコンセプトっていうか。そうそうそう。でもそのお店でそのコース食べたらやっぱりそのなジビエのなに野生味あふれる、うん、肉たちって力強いでしょ。はい、強もう疲れちゃって。 わかるあのねこっちにパワーがないとそうあのー、そうジビエだけじゃないですけど、はい、栄養の高い肉はお腹壊したりしますもん,うん、うん、あこっち負けたんだってかるお前に負けたのかっていうのあるじゃないですかわか,かもう、ま、正紀吸い取られちゃうみたいな感じ、うん、前だってすごい焼き鳥屋さんに光浦さんに連れてっていただいてすごい焼き鳥屋さんすごい焼き鳥、はい、1>, 1本500円とか高いうん あ分かんない部位によってかなだけどそこはもうメニューに書いてありましたよここの部位は栄養が強いので疲れてる方とかあと妊婦さんとかは召し上がんないでくださいってえ<ー>でも私元気だし妊婦さんじゃないから食べようかなと思って食べたら負けちゃってもう <laughs> もう光浦さんと喋ってる間に見る見るうちに顔色がちゃんと悪くなって。<laughs> 油汗かいちゃってでもほら言えないじゃん先輩と <laughs> あのご飯してるからせっかく、ね、言えなくて「ちょっと食べ行ってきます」って言った時にびっしょびしょんな汗でんかこうね冷や汗みたいなのかいて<う>お腹が緩くなってくるみたいな負けちゃった<ー>で悔しかった悔しい、ね、私元気だと思ったら勝てなかっただからなんかあるんですよね肉の強さってうんだからうん今日は負けなかった 今日負けてないもんだって。ぎろきゅうし猪に買ってきました。<laughs> 目がね<私>はっきりしてる今日。<laughs> い,いつもどんなんね。<laughs> 今日はっきりしてる。目はっきりしてる。はい。生きイ,イキしてる。あ本当ですか。やっぱカナ先生とね。はい。2時間半喋る <laughs> とパパ吸い取られちゃうからね。<laughs> うん、まさに、ね。大丈夫かしらこの二人でね。 まあ今日はあのしゃべくり通してくださいって言われてで一応あの曲もね疲れたら曲かけますからって言われてどうする一曲もかけなかったあるよそういうことどうします三色パンの中に何入れる論争しますさっきコンビニエンスストアで見たら三色パンが売ってたんです懐かしい感じでしょでも形が 昔は丸っこいのが三つ三角形みたいにねありましたでしょそういう形じゃないです普通に多分三個入ってるんですけど内容がね待って言わないでなんでよ昔の三色パンは私たちの時代ねチョコあんこあれチョコ生クリームあれ一個も違う私たちがチョコあってるよねチョコはチョコ生クリームあれ 生クリームなんてうっそ私の口には入ってくる時代じゃなかったですよ高級クリームカスタード、うん、チョコカスタードもう一個はいちごじゃあだけどチョコがあんこのとこもあったよでも私がよく行くのはチョコだったチョコカスタードいちごが元祖だそうでしょそ,うだでそっから派生して チョコ生クリームあんこになったりとかはしてるちょっと待ってそこよだとしたらもう二色パンじゃん <laughs> っていう話をしたいわけちょっと待って、うん、ごめんなさい今ちょっとついてってない <laughs> チョコとあんこ同じ色でしょ <laughs> あ,あ茶色じゃんもしあずきってよく見たら紫系よ紫系だけどあなたクレヨンでなん何色であずき塗りますか いやおだし,<ほら> <laughs> <laughs> しい色だって3色って言ってんだもんねそうそうだそんな近い色選んじゃダメじゃないダメだ今だからチョコあんこカスタードだったんです売ってたやつあチョコあんこカスタードチャーチャーキーチャーチャーキーなんですよキーチャーチャーって <laughs> チャーキーチャーっちょっと順は分かんないんだけどとにかくその3色だったのどう思うっていういや分かるよ 今ジャムがストレートに入ってるパンなんか見,見かけもしないし不評なんだと思うよジャム食ってみたいだっつって分かんないけどでも私は三食って言うなら三種パンならいいんですよそうだねそれで、うん、三食だからねでもこれまた言われんのかな「いや小豆とチョコ色違えよ」でね まあ、ババアうるせえなとか言われるんじゃないかな結局ねしょうがないんだよそれがババアの生き方なんだよ <laughs> あのあちこちにイチャモンつけて オオラオラで生きてくのがエネルギーだからそでそれで「いやこういうこと言う人がいないと世の中ダメになるから私はあえて言うのよ」っていうのが「ババアのの生き方なんだよ、ね、あであ世直し」って言い張るそう,そうそう「直しババアだ私は」みたいな、ま、さう,うわ嫌だな近所で有名な「世直しババア来たぞ」っつってほら見せろ何でもいいから見せろっつって街をさ<う>あの手後ろに組んでさでその手もだんだん後ろ組めなくなんのよ言いたくて。 今組んで気づいたんだけど <laughs> 痛かったなと思ってあの左肩がね私そろそろちょっとアウトに入ってきたんでアウトに入ってきたんで右はいけるんですけどああ元気にあれ私はもう両肩やりましたからおめでとうございますいつの間にか治っちゃうのよね<あ>でももう治られました大丈夫ですか 痛いた、いたいた両方上がる、あれ、上がる、上がる、もう回りっぱなし、すごいよ、曲がって、<当>回って、曲がって、回って,曲がって、回って、60分、<laughs> あわ楽しい、<laughs> もうひどいよ、思いついたことをさ、私 <laughs> てちひどい、で、笑うじゃん、聞いてる人、そんな面白くないんだよね、<laughs> こっちがもう、涙流して、ゲラゲラゲラって笑ってもう、うん、うん、みたいな。 もう今ね周りでお知らせやってくれっていうね、うん、あそうなの私が,動きが大人の声を聞かない意思表示でイヤホンをしないで今ずっと喋ってたんですけどごめんなさいなんか来てたんですねいや実はねがねこの「ゴールデンラジオ」は16年目になるんですよ5月7日2007年の5月7日でしょでスタートがね。 16年目を迎えるということであわあすごいね長いね、はい、長い、まあ、それに先駆けて私と伊藤あ子二2人が勢いつけて今日やってるっていう <laughs> そういうことなんですよついてますかはいこれからもより一層面白い、うん、けれど真剣に、うん、くだらないけれど正直に番組をやっていこうとう私の通ってた小中高のなんか校訓みたいあそうだ義務においては 純真に、うん、ちょっと忘れちゃった真善美みたいなねなんか4つ言うのよ、ね、はい、面白い真剣にくだらない正直にあ,あ,あらいいじゃないいいじゃないいいじゃないですかね、うん、こういう生き方をしたいですよねねいやそうしてると思うよもう私らは 面白いとくだらないを大事にしながら<う>真剣に正直に生きてると思うんですよ、<う>私たちもういかにバカでいられるかっていうのがもう、うん、私たちのし、ね、そ<う>これからの目標ですよね。で今日やったことはもう全部忘れて忘れあの今日日の自分はもう明日になったらあの。 別の人生まれ変わる。そう過去毎日生まれ変わる。ああ幸せだ。<laughs> 周りにいる人やだろうな。もう忘れちゃったの,っ <laughs> のクソババアとか言って。まただよ。すぐ割れ <laughs> はい。なので、はい、えっとゴールデンウィーク明けの5月9日から番組内容ラインナップがちょっと変わります。うん、あ、なんかさ月火聞いてたらさ、はい、結構変わるっぽくない。いえっとですね。 大丈夫 <laughs> 鼻を拭きながら「<laughs> えっ、ー、そうなんですね」じゃないの、ね、よ。<laughs> 今週徐々に発表していきますけれどもちょこっとお知らせしますと5月9日の月曜日。うん 今後の月曜日は1時台オープニング、うん、1>, 1時20分ぐらいから扱う当日のニュース紹介から森永卓郎さんがご登場。で40分からの新コーナー「大竹のもっと言いたい放題で」でさらに森永卓郎さんの気になるニュースを深掘りしましてなるほどで森永さんは1時台レギュラーとして2時までご登場いただきます。うん、大,大竹時の録はは毎毎週週月月曜日はガンバレルーヤが担当 日曜日は森永卓郎さんが一時代、頑張れる親が三時代に登場という形になります。だから一時代三時代が逆になる感じよね。ようねはい。 で今後の火曜日は1時台オープニング、うん、1>, 1時20分ぐらいからの、えー、当日のニュース紹介から武田砂鉄さんがご登場、うん、1>, 1時40分からの新コーナー「<日>大竹のもっと言い,言いたい放題で」で、えー、さらに砂鉄さんの気になるニュースを深掘り砂鉄、うん、さ,さんは1時台レギュラーとして2時まで出演と、うん、で火曜レギュラーの「タブレット淳さんの今後」。今後は未定だ 見てとかまだ発表しないって言ってたよ昨日、はい、でジュンさんがずっと私はどうするの私みんな誰も目が合わないって,ってずっとずっと言ってたけど <laughs> 大丈夫そう最近ね多分タ,、うん、タブジュンさんがすれ違うと水谷さん <laughs> 飲みに行きましょうよちっちゃい声でそうすごいなんかこうバンビのような目でそう言ってくる<う>何か不安を抱えていらっしゃるんだっ、ね、不抱えてんのよ そう昨日発表にならなかったのよね、はい、でえっで佐鉄さんに代わって3時代に隔週で出演となる方は追って発表していきますさんじんんんささゃないんだなんですよさん大丈夫不安よ <laughs> 私そして水曜日ですけれども <laughs>、はい、水曜日はどうしよう そのまんまです。どうしてよ。パートナー、ダンミツさん、高裕六は北太郎さん、うん、で一時代は伊藤アサコさん。<laughs> もう不動の安定のメンバーそのままでお届けいたします。すそえ<う>ここまで発表してって。いや私なんから昨日今日昨日おとと聞いててゴールデンラジオ。はい、えっつって。なんか変える必要がないと。水何にも聞いてないけどどうなんだろうってずっと思ってたのよ。人が変わるのか。 朝子さんももうって言われるかとかえでも明日かなちゃんしかいないからかなちゃんに言われるのかとか <laughs> もうずっとドキドキしてるん <laughs> 水曜そ,のまんまんそうなんです安定のメンバーでそのままお届けいたします。はい、<laughs> ということで<定>来週の5月9日月曜日から16年目に入ります「はい、文化放送大竹まことゴールデンラジオ」はい、引き続きこれからもよろしくお願い,いたします。そうか木金はまた発表なんだ 徐々にねでも明日は細ないもんねゴールデンラジオね明日はね野球中継がありますそうでしょのでだから木曜なんか謎に包まれちゃうんじゃない、はい、やっぱミステリアスっていいわよね確かにね,ねうちら丸出しだ、ね、もんね <laughs> 隠す場所がないでしょでも実は隠してるものは結構あるみたいなそこが魅力え,えかなにかなに隠してるとこある ありますよ。私だって言って、<laughs> 私だって全部だってる。私,て私は全部なんか出ちゃうのよね。結局ここ来ると、なんか毛穴から出てくるような感じね。黙ってんのに、黙ってあと本番前に。 話した話とかが誠の口から漏れたりするでしょ。そう、大竹さんってそういうところあるから気をつけないと。<laughs> 私も以前だって目黒通りで夫婦喧嘩して大雨の中、うん、あのウォーキング放尿排泄な、ね、<laughs> 排泄なさった。それをもう雑談で大竹さんに話したら、それ言っちゃったん。そんな面白い話言わないわけがないじゃない。<laughs> それであの東京新聞の頭書欄に。 そんなねあのはしたない曲はなやめさせろって当初来たりとかあとあそれが出たの新聞に出ましたよかっこいいかっこよくないいやいやいやそこでいじられるってすごくない当欄だよだってしかも当初欄はいっぱい来てる中からその新聞の人が選んでるってことじゃん <laughs> って思うともう面白いと思ったの、ね、よこれにせるの でしかもその後 BPO でも問題になっちゃって <laughs> いやだったらもうこれはあれですよ薬師丸ひろこさんの「W の悲劇」のね<お>あのセリフにもありますけど<だ>じゃあこの中でどれだけ綺麗な人がいるのっていう私は男と寝てチケットを売ったわよっていうシーンがあるんですよ。三田ひろこさんが守るのピロコをねもう行かないで。 <laughs> <laughs> 本当そういう話よじゃああなたは漏らしたことがないんですかっていう話ですよ本当に <laughs> 本当に人間だもの人間だものしょうがないよそこから出るような作りになってんだからそれがたまたまちょっと指定じゃない場所に出ちゃっただけなんかそうですね <laughs> ありがとうございますそんな人のラジオ2時間半聞けます <laughs> あなたは聞けますか <laughs> 聞けません やるはそのままぜひ <laughs> お願いします <laughs>、はい、じゃあそろそろ始めましょうかね始めましょうか <laughs> はいではそうです、ね、いきます